って胸に刺さっていた。いつの間に奴隷にも闇に抜かれたんだ。友達だって油断してた。なぜだろう今までと違う感情だった。聞いたんだ。日常はいつも昨日と同じで、ドラマティックなことなんて起きないのに。ある日偶然もしかしたら自分は恋をしてるって知って、僕は急にどういう態度で君に接すればいいのかな。一日中あの空君を思うとなんだか切なくなる。こんな好きになると思っていなかった。一生分の好きを使い果たしそうだ。口に出せない言葉飲み込んだままドレミが止まらない。経験不足の恋さ、ドレミ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 、いきなりドレミにやられてしまった。慣れてない僕はどうすればいいのか。ぎこちなく君を見て微笑んでいた。まさか一番ありえないと思ってた君に恋するなんて。僕がちょっと恥ずかしくなってぶきらぼうな態度と大差よ。ばかりの僕たちに戻ろうか。知らないうちにこっそり催眠術をかけられたみたいさ。だってそんなことは想像できなくて、だから人生はきっと面白いんだ。うまくいくかどうかはわからないけど、ドレミを楽しもう。片思いは無意識さ、君と出会うまで何かがいつも足りなかった。なんとなく違うなとピンと来なかったんだ。それは理屈じゃなくてスキップしてる本能なんだ。ドレミのファン、もっと好きになって何が変わるんだ。昔の二人には戻れないと思う。恋はいつも突然ドレミのファをすっ飛ばしてくるんだ。ドレミドレミドレミ、こんな好きになると思っていなかった。夢中になるなんて生まれて初めてさ。一日